どうも、りゅうじです。今日の動画なんですけど、今日はね、マイクを紹介していこうかなと思います。そのマイクはですね、こちらですね。こちらがファイファインのアンプリーゲーム a A8 っていうコンデンサーマイクになります。こちらのマイクですね、ファイファイン様からご提供していただいたので、こちら実際に使っていって、どんな感じで音が聞こえるのかとか、使い心地はどうなのかっていうところをですね、詳しく見ていきたいと思います。では、とりあえず開封からしていきます。はい、では開封していきます。外箱はですね、こんな感じで全部 A8。 英語表記ですね日本語の表記っていうのは、えー、見られない感じですねで開けていくと中があこんな感じかなるほどはい中身に関してはこんな感じですねこちらがマイク本体ですねでこのマイクスタンドと一体型なのとあとはショックマウントも同じく付属している形になりますねはいそれとこちら USB ケーブルですねタイプ C とタイプ A のケーブルになってますこんな感じのバンドも付属している形になりますははい次はこんな感じ 感じのポップガードっていうのも付属してます。まあ、破裂音とか、えー、ポップノイズを低減するための、えー、ものなんですけど、なんかですね、うっすらニコちゃんマークみたいなのが、えー、デザインされてる形になってます。はい、あとはですね、こんな感じのパーツが入ってるんですけど、別でマイクアームに取り付けて使いたい場合は、こちらの付属しているパーツっていうのを使ってマイクアームに取り付ける形になります。はい、箱の中身に関してはこんな感じで以上になります。はい、ではこちら実際に使っていって、音の聞こえ方 ってていいいううのをチェックしていこうと思いますはい、こちらのマイクですね。音声収音していく前に、ちょっとね、外観とかっていうのを見ていこうかなと思います。こちらまず本体の接続に関しては、この裏面の部分ですね。こちらの部分で USB-C のケーブルで接続して使う形になります。こちらをですね、お使いのパソコンと接続していただくと、勝手に電源が入るようになってます。で、この本体のこの RGB のライティングについては、後ろ側ですね、裏側にこういったボタンがあるので、こちらをタップしていくと、 色味が変わっていく形になりますこの色のパターンっていうのはいくつかあっ で、あとはこの,、ね、の,の RGB のライティングいらない場合は同じくこのボタンを3秒ぐらいですかね長押ししていただくとこんな感じで消えるようになっているのでこちらは好みに応じて使い分けることが可能ですこの部分のつまみを調節してこの角度っていうのをね結構変えることができますこんな感じで角度を変えていくことが可能になってますで、このマイクにはミュート機能っていうのがあってこのマイクの上の部分ですねこちらの部分を アップしていただくとここでマイクのオンオフっていうのを簡単に切り替えることができますこのポップガードに関してはこの部分ですね差し込み式になっているのでこんな感じでこの部分に差し込んで使う形になりますはい次はこちらのマイクですねもともとショックマウントっていうのがマイク自体に取り付けられてるのでこちらのここの部分ですねここの部分にショックマウントっていうのが元々もついている形になりますなのでこんな感じでマイクが揺れてもここのショックマウントが衝撃を吸収してくれるのでその 辺りのノイズってていう部分に関してはショックマウントがですねししっかかり吸収してくれるのかなと思いますはいでは実際にこちらのマイクの音声テストっていうのをしていくんですけども録音テストしていくんですけどいくつかねマイク比較していきたいと思いますのでその比較するマイク紹介していくと1つ目がいつも使っているこのワイヤレスピンマイクっていうのを使っていきますで2つ目がですねいつも使っているカメラの内蔵マイクっていうのを使っていきます使っているカメラに関してはソニーの α74 っていうカメラを使ってますそちらの内蔵 マイクっってていいうのを使っていきますで、3つ目に関してはこちらの AirPods Pro っていうのを使っていきます。こちら AirPods Pro の第2世代ですね。こちらを使って録音していきます。で、4つ目に関してはこちらですね。Apple 純正の有線イヤホンっていうのを使っていきます。この有線イヤホンっていうのなんだかんだ結構クオリティ高くてですね、結構 Zoom とかオンラインミーティングするときに割と僕は使ったりしてます。で、4つ目に関してはこちらを使っていきます。で、最後5つ目がですね、こちらの FiFi Fi のアンプリーゲーム A8 を使って録音していきたいと思いますはいでは DJI のワイヤレスマイクを使って録音していきますどうもリ二ですいつもご視聴していただきありがとうございます現在は DJI のワイヤレスマイクを使って録音しています音声はいかがでしょうか現在は DJI のワイヤレスマイクを使って録音しています音声はいかがでしょうか どうも、竜二です。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はカメラの内蔵マイクで録音しています。カメラに関してはソニーの α74 というカメラを使っています。音声はいかがでしょうか現在はカメラの内蔵マイクを使って録音しています。音声はいかがでしょうかどうも、龍二です。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はですね、こちら AirPods Pro 2を使って録音しています。音声の方はいかがでしょうか現在はこちらの AirPods Pro 2を使って録音しています。音声はいかがでしょうか どうも、リュウジです。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はこちら Apple 純正の有線イヤホンを使って録音しています。音声はいかがでしょうか現在は,はい、ではこちらの f イ f i n e のマイクを使って録音をテストしていきます。このマイクと口までの距離っていうのも何パターンか比較していこうと思います。どうも、リュウジです。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はこちらの f イ f i n e のアンプリーゲーム A8 を使って録音しています。音声はいかがでしょうか。マイクから口までの距離は約30センチで録音しています。音声の方はいかがでしょうか。どうも龍治です。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はファイファインのアンプリーゲーム A8 を使って録音しています。マイクから口までの距離は約20センチを保って録音しています。音声の方はいかがでしょうか。マイクから口までの距離は約20センチを保って録音しています。音声の方はいかがでしょうか。 どうも、ゆうじです。いつもご視聴していただきありがとうございます。現在はファイファインのアンプリーゲーム A8 を使って録音しています。マイクから口までの距離は約15センチを保って録音しています。音声はいかがでしょうか普段より少しだけ声のボリュームを下げて録音しています。音声の方はいかがでしょうか はい、ということで音声比較していったんですけど、いかがだったでしょうかせっかくなんでこのままね、ファイファインのマイク使って動画撮っていきます。音声なんですけど、録音のテストしてすぐにですね、僕もこういった感じでモニタリングしてるんですけど、どうですかめちゃめちゃ良くないですかまあ普通に何も詳しくない一般の素人がですね、聞いてる分にはめちゃくちゃいいかなって思ってるんですけど、皆さんはどうですかどんな感じで聞こえてますでしょうかもちろん音声の比較テストの音に関しては、編集で何もいじったりはしてないので、 生の音ににななりますちなみに今もこのマイクででで撮っってててるんすすけどここのの音音に関しても音声は無編集でやってます今この形で喋ってる距離に関しては22センチぐらいですね。なので大体20センチぐらいで喋ってますが、音声の方はいかがでしょうかまあ、距離感っていうのはどれぐらいが最適なのかちょっとね僕は詳しくないのでわからないんですけど、大体これぐらいの距離でも、えー、いい感じに聞こえてるんじゃないかなと思います。僕はですね、このデスクの環境にマイクアームっていうのがないので、この付属のスタンドで スタンドを使って録音している形になるんですけどこのスタンドに関しては少しね高さがねちょっと足りないなっていう感じはあるのでマイクアームをお持ちの方はそちらの方にセッティングして口元に近づけて録音する方がいい環境で録音できるかなと思いますこの付属のスタンドだけでも十分ね録音はできるんですけど少しまあ高さが足りないっていう印象はあるのでなんか下にね高さ出るようなものを置いてもいいのかなと思います実際に使ってみて使い心地っていう面ではまあす すごいシンプルで使いやすいかなと思いますこういったねコンデンサーマイク使ったことがなくてもこの USB のケーブル1本繋ぐだけで、えー、すぐ録音できてしまうのでそういった面はすごい使いやすいなと思いますで肝心な音声に関してなんですけどまあ、聞いてもらってる通りなんですけど全然必要十分以上の音声なんじゃないかなと個人的には思ってますでこのマイクの上の部分にミュートボタンっていうのがあるので音声を止めたい時っていうのはここをね押してもらえればすぐミュートできるんでこういった 機能もね結構便利で、いいいいんじゃないかなかと思いますでこのマイクに関しては単一指向性なので、基本的にはこのマイクの前側の音をしっかり録音できるようになってます。まあこういったコンデンサーマイクなので、横から喋ったり、後ろから喋ったりすることはないと思うんですけど、一応試しに横側向けていくと、こんな感じの音声になっ ていきます。って感じですね。まあ、こんな感じの使い方することはないと思うんですけど、試しにこれが後ろから喋ってる状態になります。この状態だと多分全然聞こえないと思うんですよね。このままどんどん前の方に向けていくと。 こんな感じでしっかり音が取れるようになってます。で、このマイク基本的に僕みたいな何の知識もなくて初めて使うような初心者でもすごい使いやすいですし音質に関しても十分以上のものがあってめちゃめちゃ満足してるんですけどあえてちょっと気になる点を挙げるとしたらまあこの付属のスタンドの高さがもう少しだけ欲しかったっていう点とこのねマイクの角度を調節できるんですけどここの調節するレバーですよねここの部分のなんか作り込みというか噛み合わせ ががちょっと、ね、悪いような気がしますここをまあ緩めたり締めたりしてこの角度っていうのを変えていくんですけどそこがねちょっとうまく噛み合わない時があるのでそこだけちょっと気になるかなっていうぐらいですかねあとは音質はいいですし使い方っていうのもシンプルなので、えー、すごい全体的には満足してるんですけどあえて気になる点としてはその2つがあるかなっていう感じですはいということで今回はですねこちらですね FIFINE のアンプリーゲーム A8 っていうねコンデンサーマイクを紹介していったんですけどいかがでしたか 実際の音質とかはですね聞いてもらった通りなんですけど十分良くないですかね僕はですねこういったマイク関係音関係にめちゃくちゃ詳しい何か専門家でも何でもないただの一般人なんですけどそんな一般人が聞く分には申し分ない音質だとは思うんですけど皆さん聞いてみていかがですかね使い方に関してもかなりシンプルで USB-C で接続できますし音量に関してはマイク側で調節できますしあとはマイクの上側にミュートボタンがあったり 必要に応じてこのライティングっていうのも自分で変更できますしあとはこのスタンドとかっていうのがもともと付属しているので本当にこれを買えばすぐに録音できる環境っていうのが整っているのでそういったところもですね何も詳しくない人が買ってもすぐにいい音で録音できるっていうのは一ついいポイントだなと思いますあとはこちら価格なんですけど価格がですねこちら Amazon で定価がですね8099円なので約8000円で購入することが可能です しかもですね、こちら動画を公開してるタイミングがですね、Amazon のタイムセール期間だと思うので、その期間だと約20%オフの6479円ですね。このセール期間だと6000円台でこのマイク買うことができるので、音質とか性能っていうところを考えると、かなりね、コスパは高いんじゃないかなと思ってます。このマイクですね、結構ゲーミングマイクとして打ち出されてる感っていうのはあるんですけど、まあ RGB のライティング機能とかその辺を考えてもね、結構ゲーム好きの人 とかに刺さるようなマイクだとは思うんですけど単純にリモートワークとかオンラインミーティングとかでこのマイクね全然役立つと思うんで僕はそっちの方向でこれから使っていこうかなと思ってますはいということで本日はファイファインのアンプリーゲーム a 8っていうコンデンサーマイクを紹介していきましたもしこちらのマイク気になった方はですね概要欄の方にリンク貼ってるのでそちらからチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上になりますもしこの動画参考になればいいねとチャンネル登録よろしくお願い 本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ